瞑想神経、瞑想神経、瞑想神経、A、ベイグスナーブ、ラ、ナーベスベイグスは、十二体ある脳神経の一つであり、ダイエックス脳神経とも呼ばれる。副交換神経の代表的な神経。複雑な走行を示し、頸部と胸部内臓、さらには腹部内臓にまで分布する。脳神経中最大の分布領域を持ち、主として、 副交換神経繊維からなるが、交換神経とも拮抗し、生体、心臓、胃腸、消化腺の運動、分泌を支配する。多数に枝分かれして、極めて複雑な経路を示すのでこの名がある。瞑想神経は、脳神経の中で唯一腹部にまで到達する神経である。瞑想神経、ナーベスベイグスの、ベイグスとは、中世のラテン語で、放浪していることを意味する。 瞑想神経は、下部塩髄に起こり、終わり、角臓器に広く分布する多数の枝を伸ばす。首から腹、消化器における下は、横甲結腸右1、3までのほとんど全ての内臓の運動神経と、副交換性の近く神経瞑想神経の支配で、ある。機能的には、心拍数の調整、胃腸の前動運動、発汗や発は、大動脈固定における血中ガス分圧の感知、 大児童の体制感覚等に関与する。主に副交換神経性繊維であるが、関与する繊維の神経核は、瞑想神経肺側核、偽核、小束核、ソリタリーニュークリアスなど多彩である。また、胸口内で遠心性繊維を含む半海神経を分岐する。半海神経は反転して上行し、口外母虚筋、時間引頭筋、 茎と陰頭筋、口外絶筋、口外陰頭筋、上陰頭収縮筋、中陰頭収縮筋、下陰頭収縮筋、最旧筋等を支配している。このことは、口でも、瞑想神経が多くの筋肉を支配し、発話や陰頭を開くことに極めて重大な役割を担っていることを示す。直接の枝としては、鉱膜枝、上神経節、下神経節、 最急神経、腸骨枝、磁界枝、咽頭枝、咽頭神経層、後頭神経、上軽心臓枝、下軽心臓枝、気管枝、食道枝、胸心臓神経、気管枝、肺神経層、食道神経層、全瞑想神経幹、全位枝、衣装腕前神経、肝枝、有門枝、五瞑想神経幹、五位枝、衣装腕後神経、腹空枝、 腹空神経層、腎枝に分子する。近く枝は、外耳道後下壁、鼓膜の後半部、および耳飼乳葉突起それぞれの付け根の間の小部分、甲図外科の脳鼓膜、食道、気管、気管誌、咽頭からの表彩近くを伝える。また、胸部臓器、腹部臓器からの内臓近くの一部を伝え、小玉もしくは小玉角へ至る。運動枝は軟攻外。 陰頭、陰頭筋のほとんどを支配し、その神経細胞体は、遠髄皮蓋の偽核にある。遠心性副交換神経枝は、ほとんどが、配足運動核、隔、同セルモーターニュークリアスに始まり、内臓運動枝ジェネラルビセラルエフラントファイバーとして、骨盤臓器以外の、全臓器に分岐する。瞑想、瞑想神経反射、A、毒。 パリシンプラスチャーリフレックスもしくは単に瞑想神経反射は外界刺激が瞑想神経の急神性繊維により中枢に伝わり遠心性繊維が生命維持のために抹消核臓器もしくは効果器に防衛反応を形成する反射である。血管瞑想神経反射性死神は瞑想神経反射の過剰のために除脈と 脳血流不足をきたし意識を失う発作である。また、息をこらえることで、意図的に動機を沈めるビルサルバ・ポーは、瞑想神経反射を利用しものである。神経原性ショック、A、毒、ロジェンナー・シャックは、神経系の障害もしくは刺激により、血圧が低下した状態である。競技の神経原性ショックは、疼痛や、精神的衝撃などによるもので、酸素、 瞑想神経反射により、全身の血管拡張、除脈、血圧低下が起こる、脈管性減圧性失神はソディプレッサー神経部に含まれるものが多く、外傷直後の一時ショックもこれに属する。抗議の神経減性ショックには循環調節に関与する神経機構が損なわれて起こる、急性循環障害を含む。これは、頭部外傷。 脳出血などの脳障害によるショック、急性脊髄損傷から起こる脊髄性ショック、脊髄麻酔によるショック、神経節遮断薬や交換神経抑制薬によるショックのほか、起立性低血圧や首動脈動症候群などに見られるショックに類するものなどある。本体は多くの場合、急激な末梢血管床拡張に伴う 血圧低下と心拍質量減少であり、治療は抹消血管の緊張回復を主とする。しか治療現場では、治療に対する不安、恐怖、極度の緊張に痛み刺激が加わることで、迷走神経が緊張状態となり発症する全身的偶発症があることが知られており、過去には、デンタルショック、神経原性ショック、疼痛性ショック、脳貧血発作、 三叉瞑想神経反射などと呼ばれていた。本病態は、一過性の血圧低下と除脈の頻度が高い。ショックは、急性循環不全により組織管流が除名に減少し、細胞機能が障害を受け、最終的には多臓器不全に陥ると定義される。適切な局所麻酔を行う処置において最も多く、発生し、アメリカ合衆国では、局所麻酔を行った患者のうち、 0.65%に発生したと報告されている。発症頻度は男性に比べて女性の方が高く、若年者でより発症頻度が高い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。